駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。まずまずでしょうか。危険な配合です。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。いい配合ですね。いい配合ですね。これはいけません。いい配合ですね。まずまずでしょうか。いい配合ですね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 。型のミラクル、型のミラクル、型のミラクル。頑張りましょう。頑張りましょう。ただいまより投票受付を開始します。雨で様変わりした舞台設定は果たして波乱を演出するのかどうか。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、先頭に立ったのはリューアンデルセン、それからマリンプロダクツ、そしていたいた片野ミラクルと岡部。その外からは10番モミジブレーブ、8番雪景色、内を通りまして6番ときめきカーダー、3番自然ドリーム、その外に12番ひらめきワンダー。各馬第1コーナーに差し掛かります。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。片野ミラクルは3番手といったあたり、先頭はマリンプロダクツ、バリバーキャップが追い込んできている。一番外からバリバーキャップ一気に襲いかかる。片野ミラクルが先頭に変わった。捉えたかわした、バリバーキャップ、さあ抜けました。バリバーキャップ先頭、川内とバリバーキャップ1着、5番バリバーキャップ1番人気の片野ミラクルが2着。次は頑張りましょう。1着5番、2着1番。次は頑張りましょう。だいまより投票受付を開始します。さあ、12頭のゲートインが完了しました。体制完了。さあ、飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。さあ、何が行くのか。先手を取って9番寺田橋、11番アイルトピック、マリーパワー、片野ミラクルはこの辺り、リューアンデルセンがその後ろ。そして6番手に1番青葉ダンス、7番シーザーセレナード、自然ドリームがかわしていきました。江戸の奇跡、その後ろでやりましょうか。5番清水帝王。さあ、一塊になりまして第4コーナーをカーブ。片野ミラクルは4番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。アイルトキック、先頭に立ったムチが飛んだ上村とバリーパワー、外からはバリーパワー、アイルトキック先頭、2番手にバリーパワー先頭、松永とアイルトキック片野ミラクルかわして先頭に立った片野ミラクル1着、1番人気に見事応えました。おめでとうございます。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ、準備が整いました。さあ、飛び出した12頭、立ち遅れました11番スエズチャンス。さあ、何が行くのか。ナイルラワーが先手を取ります。オレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気の片野ミラクルであります。内を通ってスルスルとアイルトピックが上がっていきました。それから2番紅葉ローレル、そしてその後ろからリューアンデルセン、10番サファリハイセブン、自然ドリーム、スエズチャンスがその後ろ。そしてそのうちにご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。片野ミラクルは5番手といったあたり、先頭はナイルラワー、内を通ってアイルトキック、アイルトキックが2番手、内からはアイルトキックが来ている。この辺りでアイルトキックがかわした片野ミラクル、懸命に追う。外から1頭片野ミラクル、先頭田中とアイルトキック、外から片野ミラクル、片野ミラクルが差を詰めてくる。アイルトキックか片野ミラクルか。さあ、この1着は際どいぞ。いいですね、いいですね。どうでしょう。ただいまより投票受付を開始します。あいにくの悪天候ですが、むしろボルテージは高まっております。スタートを切りました12頭、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。ハワイドリームが先手を取りました。10番片野ミラクル、砂漠タッチがかわしていきました。ちょっと離されましてカリオンシャトル12頭、第1コーナー右にカーブを取ります。それから直線に入ってまいります。先頭行くのは7番ハワイドリーム、先頭はハワイドリーム、片野ミラクルが差を詰めてきた。ムチが飛んだ岡部と片野ミラクル、この2頭か、この2頭か。アガークルー外から来ている。アガークルーが2番手、先頭は片野ミラクル、片野ミラクル先頭、片野ミラクル1着、1番人気に見事応えました。頑張りましたね。1着、10番、2着、8番、3着、11番。この子ならいけるでしょう。何かご用でしょうか？適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。クエストを達成しました。急斜面を決めてください。後で変えることもできますよ。どんな名前がいいでしょう。名前がいいでしょう。駒場葵です。私は北方くるみ。よろしくね。いいわね。まずかしら。クエスト達成よ。いい感じだわ。クエスト達成よ。いいわね。いい感じだわ。感じじゃない？嬉しそうね。何か用？ライバルも手強そうね。ただいまより投票受付を開始します。川崎から始まる今年の G1 戦線、全国から集まったダートの精鋭12頭がスタートの瞬間を待っています。川崎記念 2100m、 まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か。花を切ったのは1番走る将軍、外を通りましてドラール・ウォータン、内から1頭バコッサホマレ、4番片野ミラクル、プロストラインがそのうちにいます。そしてその後ろから桜ハイスピード、そのうちアレアズマ、12番アナセール、ちょっと離されましてビッグロンサー、モガミキッパ、チアズアトム、しんがりは例によってバンブーゲネシスでやります。もう一度整理しましょうか。先頭行くのは走る将軍、3馬身リード、この辺りちょっと離れているワコッツァホマレ、8番ドラール・ウォンタン、台風の目となるか片野ミラクル、非常に怖い馬です。そのうちに2番プロストライン、外を通って10番桜ハイスピード、それからもう1頭アナセール、内を通ってアレアズマ、その後ろ5馬身くらいあってビッグロンサー、9番モガミキッパ、チアズアトム、バンブーゲネシスはしんがりから行っております。先頭の方はどうなっているか。これが先頭1番走る将軍であります。その後ろ3馬身くらいあって3番ワコプサホマレ、その外からは8番ドラール・ウォータン、片野ミラクル、 G1 発制覇なるかどうか。その外に桜ハイスピード、2番プロストライン、下がって6番手。大歓声が上がる川崎競馬場、大歓声が上がる川崎競馬場。先頭走る将軍、もう完全に足が止まった。黄色い帽子チアズアトム、先頭だ。先頭ホンダとチアズアトム、さあ抜けました。チアズアトム、ビッグランサーが差を詰めてくる。チアズアトム1着。川崎記念勝ったのは6番チアズアトムだ。次は見返してやりましょう。1着6番、2着7番、3着。レースを終えた馬が戻ってきたわ。何か用？